ロシア行った時にすごいサプライズで、ロシアは、サウナ室を扉が開けっぱなしでも暑いサウナ室なんよ。普通の日本のサウナ室入ったらお前閉めんかいってなるやろ、お前開いとんじゃんこのクソーズな、なるやんけ。でもロシアは開けっぱなしでも大丈夫、なぜかって言ったらペチカやから。大阪ってサウナの都なんよ。これはねちゃんと自分で大阪人間多いと思うけど自負持った方がいいと思う。なぜならば全部発祥も大阪やし、実はねサウナの歴史は大阪の人間から広まったんよ。日本は行基さんなんやけどね、もう言うたら奈良時代の話、奈良時代、奈良時代、でそっから大阪の人間から西日本に広まってったんよ。だから西日本はサウナ文化なんよ。5年前にね銭湯を調べたんよ。そしたらねその時ね東京と大阪やっぱ多いねんけど700件800件ぐらいやってで、その時にでもね東京はね100件電話した時に水風呂とサウナの量が、大体ね4割ぐらい、大阪は8割サウナと水風呂があんのよ。そういうことやね、件数は一緒でもサウナと水風呂がある件数は大阪がダントツなんよ。大阪ナンバーワンで話戻るけど、そんだけサウナ入ってきて水風呂入ってきて、まず大阪で一番広いのは八尾グランドホテルの水風呂なんよ。深さが 1.1 メートルで広さもめちゃくちゃ広い。でさらに八尾グランドホテルの水風呂は地下天然水なんよ。水道水じゃないんよ。循環とちゃんと安全な循環と打たせもあって、浸水で、かけ流す時もあるんでね。で私の体感的にいっぱい入ってきたけど冷たいのも入ったし、フィンランドで4度の、海も入ったしね。サウナの後にフィンランド自然が一体化してるからサウナと水風呂っていうのがもう海とかね湖なんよ。そういうとこもいっぱい入ってきたけどやっぱり八尾グランドホテルの水風呂が一番。